本日、X デ小山氏の就職並びに、量が見つかるのかどうか。その前に、ここ最近の配信で惨めさを醸し出しているので、誰か支援していそうだなって思います。昨年くらいから、多大な支援を受けながら働かずに屋根付きホームレスに落ちてしまったのは、心が悪く、ちゃんと向き合っていないからです。その向き合う時間を無駄に伸ばす好意配下がなものかと思います。金を出すなら、 自立してからにしてもらいたい。ビジネスの拡大に向けて、プラスの意味での支援にしてもらいたい。話を少し戻して、本日、寮が見つからなければ、ミッキーの家に上がり込むか、親戚の家に上がり込むか、自立支援センターか、ホームレスです。果たして、彼は無事に就職して、まともな人生を歩んでいけるのか、それとも、朽ちていくのか。それにしても、全盛期なんて月収。 国会議員レベルだったはずなのに、道楽で全てを溶かし、さらには視聴者から金を巻き上げ、何やってんだか。といえど、私はアンチではなく、前世紀に自らの力で戻ってもらいたいがゆえに、自立支援センターなどを提示しています。前世紀に戻るには、自立、自ら立ち上がること、自ら時代をリードしていくことが必要だといえます。他力本願になった時点で負けです。ぜひとも、 今回ばかりは自らの力でどうにかしてもらいたいなと思います。では、チャンネル登録をお願いいたします。